はピカチュウ。自分で言うのもなんだが、名探偵だ。ピカッとひらめく推理で様々な事件に挑んでいる。相棒ハリーとの調査中にトラブルに巻き込まれ、ハリーは忽然と消え、俺は記憶を失ってしまった。その後、街をさまよっているとティムに出会った。なぜかこいつとは会話ができる。俺たちの目的は共通していた。ティムの父親、そして相棒である探偵ハリーを見つけること。ハリーの行方を追ううちにポケモンを狂わせる薬品 R にまつわる犯罪に巻き込まれた。俺とティムの活躍で事件は解決し、ライムシティは救われたが、ハリーは見つからず、今も俺たちは探し続けている。ハリー、お前、一体どこに行っちまったんだ？ライムシティの皆さんとポケモンとの新しい共生を考えるため、本日よりポケモン友好週間が始まりました。イベントを記念してライムシティを救ったティム君、ピカチュウ君に勲章。ピカ？ピカチュウ君、すまないね。私の話が長くて退屈したかな？よくこんな時に居眠りできるね。すまんすまん。さて、2年前に起きた R 事件により、ライムシティが掲げるポケモンとの共生という言葉に疑問符がつきました。被害に遭われた方々には心よりお見舞いを申し上げます。あれはアーマーガー。おいおい、こっちに来るぞ。ハワード、こっちだ。みんな、早く建物の中に。これは一体どうしたんだ。まさか、あれ。あれ？いや、違う。あの時とは様子が違う。おいおい、落ち着けよ。あれ、ピカチュウ。甘かの野郎、俺の大事な帽子を奪いやがった。父さんにもらったものだよね。ああ、取り返さないとな。これは市長が落とした手帳。なんか挟まってるな。家族写真か。この子確か市長の演説を不満そうに見ていた子だな。同級生のレイチェルだよ。彼女ってポケモンに詳しいんだ。え？知り合いか？おいおい、俺に紹介しろよ。
Tío. よっしゃー。
よかったな。追跡するぞ。はい。あ。
わあ、ナッシーじゃないか。ナッシよ。よ。よ。苦労させやがって。うん？おいおい待てって。あれで？何遊んでるの？遊んでなんかいないぞ。帽子が勝手に動くんだよ。そんなわけないでしょ。お。な？言っただろ？なし。取りに行くしかなさそうだね。だね。よし、ティム、頼むぜ。はいはい。大丈夫？無茶しないでよ。任せとけって。よいしょ、よいしょ。うわっ！うわっ！やっと取り返したぜ。
苦労させやがって。よっ。やっぱこっちの方がしっくりくるな。そうだね、似合ってるよ。この帽子はハリーとコンビを結成した時に記念にもらったんだ。授賞式を再開いたします。参加者の皆様は会場へお戻りください。あ、早く授賞式に戻らないと。天亀、今日のところは見逃してやるぜ。ありがとう、ティム君。そして相棒のピカチュウ。君たちの活躍で町の人々がどれだけ救われたことか。ポケモンと人間の共生を目指すライムシティにとって、君たちは理想の探偵コンビだよ。さあ、勲章を受け取ってくれたまえ。ありがとうございます、ハワード市長。ご苦労だったね、ピカチュウ君。ああ、俺あっての名探偵だ。ピカピカあって勇ましいね。これからもよろしく頼むよ。お兄ちゃんかっこいい。おめでとう、ティム。今日は立派だったわよ。お兄ちゃんってすごいね。そうかな。お兄ちゃんたちの活躍は誰だって知ってるよ。イーブ誘拐事件に連続化石盗難事件、それにライムタワー立てこもり事件ね。R 事件なんて映画化されたじゃない。あの映画すっごく面白かったけど、私とお母さんが登場しなかったよね。よくわからないけど、映画には映画の都合があるんじゃない。うん、そうかもね。あ、そうそう、ずっと気になってたんだけど、この子がパパのピカチュウ？そうだよ、今は僕の相棒だけどね。ふん。なんだなんだ、じっと見つめて。パパのピンチを何度も救ったそうよ。へえ。あ、ピカチュウ、ニュースの時間だよ。アーマーガーの続報があるかも。ああ、